第9代アーガイル、公爵ジョン・ジョージ・エドワード・ヘンリー・ダグラス・サザーランド、キャンベルはイギリスの貴族。ガーター勲章勲爵士、アザミ勲章勲爵士、聖マイケル、聖ジョージ勲章ナイトグランドクロス勲爵士、ロイヤル、ビクトリア勲章ナイトグランドクロス勲爵士、ボランティア・オフィサース・デコレーション受章者、枢密顧問官。出生から父親が第8代アーガイル公爵となる1847年までは、キャンベル伯爵の1847年から自身が就爵する1900年までは、ローン公爵の儀礼称号を称した。第7代アーガイル公爵ジョン・キャンベルの長男ローン公爵ジョージと、第2代サザーランド公爵ジョージ・サザーランド・ルーソン・ゴアの娘、エリザベスの間に長男として生まれる。1847年に父親が第8代アーガイル公爵となり、公爵くらいの時代の継承者として、ローン公爵の儀礼称号を帯びた。エディンバラアカデミー、イートンカレッジを経て、セントアンドルーズ大学やケンブリッジ大学トリニティ、カレッジで教育を受ける。また並行して、ナショナルアートトレーニングスクールでも学ぶ。1868年から1878年まで、アーガイルシャー州選挙区選出の自由党、所属庶民委員議員。1871年3月21日、ビクトリア女王と王妃、アルバートの四女である、ルイーズ王女とウィンザー城の聖ジョージ礼拝堂で結婚した。イギリスにおいて、国王の子が臣下と結婚するのは、1515年のメアリー・チューダーと初代サフォーク公爵、チャールズ・ブランドン以来であった。1878年に首相ベンジャミン・ディズレールによってカナダの総督に任命され、オッタワへ赴任。総督としての彼の最大の功績は文化に対してのもので、カナダ王立協会、王立カナダ芸術院、カナダ国立美術館を設立した。1883年に退任し、帰国。1895年イギリス総選挙では、マンチェスター南部選挙区から当選し、就爵して貴族院に移る1900年まで自由統一党所属の庶民院議員を務めた。また1892年から死去する1914年までウィンザー城管理長官でもあった。1914年5月2日に肺炎のため死去。爵位は甥のナイアル・キャンベル卿が相続した。妻のルイーズとの間に子供はなかった。夫妻は共に芸術愛好家であったが別居することが多く、アーガイルは両性愛者なのではないかなどという噂も流れた。ありがとうございます。